NHK スペシャルにて「狙われた国債ギリシャ発世界への衝撃」という番組が7月に放送されましたこの中でヘッジファンドが CDS という金融商品を操りながらギリシャ国債へのマネー攻撃を行うところさらに国債が下がることを見越し空売りを仕掛けたところなどが放映されました。 数ヶ月の間に何十億円という利益を上げたとのことでした。大竹先生も警告されていたことですが、今後もギリシャ同様に、財政赤字に苦しむポルトガルやスペイン、そして私たち日本も同じようにヘッジファンドからの攻撃を受ける可能性があると考えていた方が良いでしょうか。国債が暴落したとき、 最も考えられるシナリオとして、どのようなことが考えられるでしょうか。IMF の指導のもと、公務員などの削減や、無駄な公共事業の削減などが思いつきます。私たち一般市民として、消費税の大幅アップや、日本円の暴落・円安があることを想定した行動をとっておいた方が良いように感じます。先生のご意見をお聞かせください。 まずそのギリシャについてはだからそもそもそのギリシャ政府なりギリシャ国民がそまっとうなことをしておればこんな危機に今巻き込まれずに済んだわけですよ。だから先ほどのあの通貨の切り上げ切り下げとかいうところでもその狙われるのはなぜかというとそのいい加減なことをしてるというか。 え本来やんなきゃいけないことをやってないというかそのまあ何て言うかなあの歪みがね非常に増幅してついに耐えきれないことになってるところを、まあ、針で突かれるわけで問題はそのまともなだから僕はあの、えっと、2年前だったかなギリシャへいだからギリシャ行ったにも理由があるわけでね。 で僕はリーマンショックも予測したしギリシャ悲劇も事前に予測したわけででこの日本をねちゃんと事前に予測してたのはおそらく日本人では僕だけだと思う他の人は、まあ、リーマンショックだけ行った人はいるかもしれないギリシャだけ行った人はいるかもしれない両方とも大体半年ぐらい前にきちっとあの予測をし警告を出したのはおそらく日本人あんまあ、海外ではたくさんいますが日本人では僕だけだと思います。 でだから僕もなぜギリシャ行ったこれは非常にまた重要な問題でねあ,のあ,あそこはどうもんかなんかありそうだなというまあそういう予感もあったんでギリシャ行ってみたらこれはひどかったですよだからもうギリシャが帰ってきてあこれでもうあのギリシャ悲劇が起こるっていうのはもう,もうすぐくとった。 どこで問題が生じてどこから矛盾というかそのまあ非常に溜まっていた檻がどこから漏れ出すかあやっぱりギリシャだなとあれひどいんですよギリシャっていうのはまあお手盛りもいいとこでねあのー、だいたい政府役人ぐらいがごちゃまんといてねそれがえらい給料をもらっててそしてなおかつ 年金がポンスが出て、まあ、50代半ばぐらいでもやめてあとはもうブラブラ遊びながらあの楽に食っていける金は年金としてまあ出ていると。でそれからあのえー、っとね民間でもねいろんなトラックの運転手とかそれからあの弁護士医者等々みんなこれライセンスになってるわけ。 あの新しくだから医者弁護士トラックの運転手等々いろんな,なんか特殊技能のあれに就こうと思えば、えー、誰かあの辞める人から高値でそのライセンスを買わないといけないこれがいわゆる裏市場になっていて、まあ、それがまたそういうその特権を持ってる連中のまあうまみというかあ,のあれになってる。であのー だからいわゆる民間経済であれ全然マーケットになってない、ね、そういうある特定の身分というか特権があってその特権が点々と売られてやっていくという形になってるだからとどめ合いがそのなんていうかマーケットメズムに置いてお客にいいさそして、えー、お,あのお客を増やそうとかそういうあれは全くない、ね、まさに特権に座っているというで,でそれで当然そんな金はないわけですよ あの大体そのまあなんていうかなうん産業としてはもう船とそれからあとツーリストだけであってツーリストが来てそいつらにその僕も行ってもう非常にまあ憤慨しましたねあのレストランでもどっちが客だかわからんでまあ客はたくさん来てるしあっちは何もしなくても客は来るからいいか減なのサービスでもういやいやまあだ下手すると。 僕もギリシャ行って、こいつらロシア人と同じだと思ったんですかね。こっちがまたレストランへやって、なんかあしも行列をしないとね。なかなかサービスが手に入らないこと平気で。観光でやってるで。で、当然そんな調子だから。あの。あの、政府は年金も相当払ってるし、給料も高いし、えー。サービスも非常に高いわけです。そう、金がない。ないから、国債を乱発して。 それで、えー、ヨーロッパから金を引っ張ってくるとあまあそういうまあ状態で当然これはねまあ潰れるようなことやってればいずれはでなんかこういうリーマンショックのあととかユーロが暴落するとかそういう時に狙い撃ちされるわけでねこれは元来そういうことがないようにまともなまともなことをやってればいいのをる、えー、本来入るべきでないユーロに NATO とかそれから対イスラム対ロシアの軍事的なあ,のあれは京都法ですからその理由でユーロにも入ったとまあヨーロッパ側でもあんな国は入れたくないんだけども入れておかないと安全保障の問題とかそういうところであるとそれで思いこぼしで入れてもらったわけで本来ならあんな国は入れるべきではないし今回ももうほんさっさと叩き出して。 あのデフォルトさせるのが一番いいんですかねなかなかそうはいかないというだそういうね変な矛盾を抱えたまま走ってるからそのマーケットから狙い撃ちされるというそれだけのことですあのどっちがいい悪いという問題じゃいやいやその CDS という商品が問題だとかね空売りが悪いとかそういう問題じゃないと思いますね。でそれについて、えー、日本についてもあの似たような問題があるわけで。あのとにかく えー、日本人の給料が高すぎるっていうのは、まあ、日本の経済って大きな問題でもっと下げないといけない特に問題なのは三岳役人と銀行と電力こいつらがだいたい今の一般人の2倍から3倍の給料をもらってますんでこれを下げないといかんので、これはみんなやっぱりその特権で守られたあのエリートたちですから。 自分たちで下げる気はさらさららないとでお手盛りでやってってもんだあんまり問題なくないわゆるその事業としてはみんな特権があるんでその、えー、給料が上がって競争力が下がるから困るということは全くない連中なんでねだからこれをちゃんと改革できるかどうかというところが大きな問題なんですが自力で改革できればあの別に国債が暴落するリスクはないですけども自力で改革ができないとなると 一般人だだだっっててだてんだん腹渡ってきてやっぱり一番怖いのはあのいやあの僕,僕にとってはっとも怖くないんですけどもあの政府当局にとって一番怖いのは日本人の一般の人がも国債を持ってるわけですけども彼らがここれでではダメだなとということで売ってくると今のところ95%日本人が持ってるから、まあ、それだけ固まってればこれが動かなければ。 いかにそのヘッジファンドが攻撃しようと今まで何回かヘッジファンドも攻撃してますけどねちょ,ち,ょっとちょっと分量が足りないというかこの日本人がやっぱり日本はちょっと日本国政府これは危ないなというんで国債をだんだん手放していくことが出てくればこれは怖いですね恐らく僕はそうなると思ってますんで日本国債も5%まで強合の時には金利は上がるつまり価格は下がる。 まあ価格大暴雷ですね今1%ぐらいが5%になるってことは大体100が大体20ぐらいまで落ちることになるんでまあすごいことになるでしょうなだからだ,だからあの自分たちで我々日本人が自分たちでそういうそのギリシャで起こったようなことがあのちゃんと改革できるかどうかそれができればあの日本はなんとかなるしできなければやはりその。 えー、アルゼンチンやギリシャみたいになって IMF が入ってきて初めてその公民の削減や役人の給料銀行の給料のカットが行われるとある,いはあるいは銀行が潰れてあの呼吸取りが路頭に迷うということになるんでしょうまあどちらに行くかはそれは皆さんが皆さんが決めることだろうと思いますよ。